でも割とすぐ分かると思う。ちょっとね、眉毛とねリップしか塗ってないんですよ。だからちょっとまあ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 すっぴん、まあまあ、まあ、正解。そう、髪の毛暗くしました。ウィッグを変えた、髪の毛暗くしました。どう？髪の毛黒くした。久しぶりに来た。相変わらず可愛いなって。黒髪可愛い、お人形さんみたい。やった。そう、洋服可愛いでしょ。そう、黒髪にしました。黒、うん、やばいよね、なんか見慣れないというか。前髪はね、なんか前髪ね、ちょっとでもね相談したんですよ、どっちがいいですかねって。まあでもパッツン、なんかねパッツンでもいいのかなとか思ってきたし、え、こんなことになるの知らなかったんだけど。ね、書かないといけないものがあるので、首元のリボン可愛いだって。そう、ちょっと見慣れないよね黒って。まあでもまあまあまあ、今教習所あったからタイミングよかった。教習所ってこれだよね、車。私ももうちょっとしたら運転取れるんだけどさ、取らない方がいいかな。てか私なんだっけ、なんかファンの子にね教えていただいたんですよ。今なんかイベントやってる、なんだっけ、何のイベントですっけ。何を集めたらいいんだっけ。なんかね、なんかほら前だったらたい焼きとか短冊とかあったじゃないですか。花火ギフト、花火ギフト、花火だって皆さん、花火、花火ちょ、これにいつも参加してくださる皆さん本当に優しいです。ちょっと参加しようかなと思って、なんか今ね、まあいろいろあるんですよ私にも。まあそのね、まあいろいろあって今ね、それでね、なかなかなんて言うんでしょうか、ショールームが あんまりねできない。明日は多分できるんですけど、明後日とかになると多分厳しいかなって感じなんですよね。このね黒髪したっていうのもね
そう、まあいろいろあるんですよ。31日までだって。わあ、どうだろう、できるかな。無料のアイテムだけど持ってるの全部ないと。やったー、ありがとう。仕事関係ではないですって言うと、まあまあまあ当分黒なんじゃないかな私。黒も楽しもうと思って。私前髪全然伸びないんですけど、なんか切りたくなっちゃうんだけどさ、まあ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 、なんか私の口癖まあ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 、ハロウィンといえばなんだ。私本当に絵下手くそ。私携帯はどちらにあったんでしょうか。え、待って、怖い。ここにあったんだけど、携帯どこにあったんでしょうかってさっきも構ってたの。アイス食べたい。これはさ、このイベントのさ詳細ってどこに書いてあんのって思ったら出てきたわ。え？うん、すごい。これ これなんかすごいね。なんか2000個とかじゃないんだね。これどういうあれ。ね、そう、ゼリー届いてないんですよね、まだ。まあいろいろね、ちょっと今の状況的にもあれかもしれないんですけど、すごいすごい。何今の。今回も達成できたらいいねってね、本当に。そう、前髪長くてツインテールしたらちょっと気持ち悪いね。やっぱツインテールはパッツンじゃないですね。ありがとうございます皆さん。花火花火どういう、なんかどこまで集めていいかとか全然わからないんですけど、大丈夫なんですかね。毎日どのくらい配信できるん。明日はできるんですよ。明日何曜日。明日はできるのけど、ちょっとね、土日がね、花
花火って何を集め、なんかどのくらいまでかちょっとまだ定かではないんですけど、花火ギフトを集めたらなんかアイスクリームがもらえるらしくて、今そのそれに参加っていうんですかしてるんですけど、なのでぜひ花火ギフト、私もなんかちょっとね今ね調べてたんですけど、かったい、あ、大丈夫ですかちょっとね今から絵を描きたいと思います。今日ね TikTok 撮ったのね、 TikTok ログインしたいのにログインできないからすごくあれなんですけど、だから載せるところは本当にインスタしかない。ありがとうございます、花火リフト。このマナミこれは何、どういう違い、緑とピンクは。それとも全然違う感じ。ちょっとね仕組みが分かってないんですよね。アカウントなんか新しく作り直せないですかって聞いたら、なんかダメなんでしょうか。あお、大丈夫、ポイント全然、え、そうなの、ちょっと待って、まなみ花火ギフトっていいのかな、花火ギフトありがとうございます、ありがとう。あとにゃこさんも花火ギフトありがとうございます。え、そうなの、無料と100,000、10,000の花火、なんかそういう感じなんだね、なんかすごい残酷ですね、残酷っていう言葉が合ってるかもしれないけど、その中でもその数字というなんか階級に分けられてるんですね、ん、数字という階級があるんですね。私はね絵がね下手くそなんですけどね、そこのところお願いしますね。なんだこれ、ハッチーさん花火ギフトありがとうございます、ありがとう。やっぱり男よりひな子だってまあね、世の中いろんな人がいますよね。大丈夫かな、今見たら1900円、それってさ、何まで集めてたらいいんですかね。そう、花火カーストっていうのがあるんだよ。いや私ね絵描くの本当に下手くそなんですよ。それでも見たいと思う、ねえもうやだ、落ちないで、20万だって、わー、え、
20万、え、無理じゃない？20万ってちょっと無理じゃない？え、そう思うの私だけ？じゃあ何書いてほしい、誰か言ってもらっていいですか？え、待って、20万、そんななんか卑怯なことある？コジミョン、コジミョンはちょっとね、コジミョンね、何も見ずに書いた方がまあいいよね。仕方ない、もうね、ごめん、コジミョンは本当にもう申し訳ない、それだけ先に言っておきます。待って、え、ちょっと待って、やばい本当に。かなさん、花見ギフトありがとうございます。ね、じゃあちょっと強化に見せてあげてほしい。え、顔だけで言う、もう本当で、体まではちょっと思い浮かばないのよ。え、濃い意味分かりますか皆さん。あ、そっか、え、分かりますか、濃い意味、濃い意味分かりますか。本当に大丈夫かな。そう、小麦粉の妖精、テレ東見て好きになりました。実は繊細ではないというところが良かったです。あ、嬉しい、テレ東を見て好きになってありがとうございます。そうですね、そうですね、なんか割とまあ繊細なんじゃないかと言われるんですけど、そんなことは言うてないです。今見たら4800、ありがとうございます、教えていただいて。カッチーさん、これすごいね、なんかもう何が何がだか分かんない色してる。カッチーさん、花火ギフトありがとうございます、いつもありがとう。香港の春馬さんも花火ギフトありがとうございます。ショート、花火ギフトありがとうございます。まなか、花火ギフトありがとうございます、ありがとう。まなみも花火ギフトありがとうございます。不細工だった今のか。エサイヤ1号さん、カッチーさん、タワー、え、これタワー、赤がタワーね、だよね、合ってる。カッチーさんありがとうございます。タワーって言っていいのかな、合ってる、ありがタワーって言っていいのかな、ありがタワー、花火タワー、ありがとうございます。ありがとうございます、カッチーさん、ラブラブ。サイリアチゴさんもありがとうございます、花火ギフト。そんでちょっとコジミョンを見せたいと思います。え、やばくない、本当に思い出せないんだよね、仕方ないよ、そういうこともある。
ちょっと待って、恥ずかしい。ニックさん、花見リフトありがとうございます。ありがとう。やばいよねこれ、怒られちゃう。普通にこれはやばいのから、しーということで。あとはなんかクレヨンしんちゃんとしてたら、クレヨンしんちゃんはまあさ、自分でもモノマネしてるぐらいだからね、勝てると思うよ。自分の意味でこんなに笑ったの初めてだよ多分。豆しろ、あって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 、恥ずかしいんだけどこれ普通に。こんなんじゃなかった？いやこれやばいマジで。嘘、こんなんじゃなかったっけ。あ、やばい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 。あ、耳かいてないから豆に見えるんだね。ちょっと面白かったね今の。クレヨンしんちゃんの白、クレヨンしんちゃんの白、いやいやいや、これやん、これじゃない、これどっちもいけないわ。濃いイミュンと白、クレヨンしんちゃん、どっちも使えるわ。これしかもう思い浮かばん。うちがさ、私お絵かき配信やばいかもしれない。なんかさ、聞いてください。ちょっと聞いてください。マジで聞いてほしいことがあるんですよ。聞いてほしい、聞いて。一気に19,650ポイントまで更新されてましたって。嬉しい、ありがとうございます。皆さん、みんなのおかげだよ。聞いてほしいことがあるんですよ、みんな。聞いてます、聞いてますとか言って聞いてますは失礼ね。でね、一つ思った、寒い。聞いてますか。なんか時差がありますよね多分。どんぐらい時差あるんですかね。結構10分とか時差ある系。そんなないか。ちょっと待って、何言おうとしたか忘れちゃったんだけど。待って、いや覚えてるんだけど。あ、思い出した。ショート花火ギフトありがとうございます。なんかね、その TikTok はね、あのあれだったんですよ。 TikTok 撮ってたの今
って、まあ、撮ってたんですよ。まあ載せるとこがインスタしかないんですけど、やっぱりさ流行りに乗りたいじゃないですか、まだ JK ですし。だからそのまあ曲をね、流行ってる曲、まあ、流行ってる曲っていうか、まあ、自分の知ってる曲を、ね、撮ってみたんですよ。そしたらそのね曲の中にこんなのがあったの。なんか 大統領になったらねみたいな曲があるんですよ。んーになったらね、まずは君を捕まえるねみたいなねあるんですよね。でね、それをねこうやってなんか本当に撮る前までは無心だったんですよ。あ、この曲可愛いなみたいな。でもダンスなんかちょっと手覚えれないみたいな感じでね思いながら、なんか撮る前本当にちょっと無心じゃないけど、まあ、可愛い曲だなみたいなって思いながら撮ろうとしてたので、その、まあ、撮ってるじゃん、撮ってる途中で、あ、その時にパッて思ったんですけど、私大統領になれるんじゃないかって思い始めてしたんですよ。意味わかりますかね。そのこうやって踊ってるじゃん、でここら辺ぐらいから、あれこの曲そういえば大統領の曲だけど、大統領になったらまずは君を捕まえる、あ、大統領ってやっぱり何、好きな自分の好きなことができるんだって思ったんですよ、まず。ということはなれるんじゃないかと。え、日本って大統領あいないんですか。あ、そう、あ、そう、そうなんですか。あ、だからなれると思ったのか。日本に、日本の大統領がいないからなれると思ったのか私。そういうことね、理解理解。え、そう、これをね、さっきっていうか撮ってる時に、思ったんですある意味もう大統領だけどね。そうなの、私実は大統領。そうっていうねことを思った今日一日でした。明るすぎ？どういう国にしたいんですか？まあ interesting な国にしたいですね。カンナッピー、花火ギフトありがとうございます。ラブ、その前髪似合ってるわ、やった、ありがとう。自民党総裁選出馬するの、はい。Interesting な国にしたいですね。とりあえず1票入ります、お願いします。いや、って思っただけですよ、って思っただけね。そうだから忘れましょう。
クレヨンしんちゃん、クレヨンしんちゃん。英語使えるとか天才か。いやいやいや、全然使えない。にゃおこさん、花火ギフトありがとうございます。ピカチュウ、オッケー。ピカチュウ、もうね、輪郭描いてる途中に思った、これいけるわ今回。ピカチュウ、なんかこの口うまく書けないな。もういっか。ピカピカ、待って、めっちゃうまい。さすがハーバード大学目指すだけある。確かに。香港のアルマさん、花火にしてありがとうございます。カンナッピ、花火ゲストありがとう、ありがとうございます。ゆきたん、花火ゲストありがとうございます。ポチャッコってマジでポチャッコわかんないな。ポチャッコ、ポチャッコ、私本当にわかんない。ポチャッコ、ごめんなさい、マジでわかんない。とちっこでしょ、とちっこ。わかるよ、いやわかるよ、いや本当にわかんない。なんか言いたいことあがいてるに似てない。嘘だ、だってこんな顔のピカチュウいるよ。なんかあれでいるじゃん、ピカチュウ、こんな感じのさ顔したピカチュウいるじゃないですか。いや、まさか私だけ知ってるの。そう、中国、中国シリーズ。最近写真撮ってなくてさ。え、もう8時なの？早くない？ああ、ミミッキュじゃない？違う？わかんないんだよね、もう。スティッチ、スティッチ。ね、スティッチもこれじゃない？これ。なんか同じじゃない？使える。どっちも使える。ちょっと耳垂らしたら使える。クマモン？あ、これじゃん。これがピカチュウじゃん。これ。違う違う。言ってる意味わかる？あ、これだ。これだ。これピカチュウ。これクマモン。さっきからなんで兼任させる兼任面白い。それは野菜レッチゴーズ、花火ギフトありがとうございます。ありがとう。ね、来たこれ。あー、なんか変だと思ったんだよね、うちも。ひろゆきさんを書けだって。いいよ。
人集めるとどうなるんですか。アイスクリームがもらえます。ひろゆきさん、某ひろゆきさんですよね。鼻が高いんですよね。どうやってそれを表せばいいんだろう。ちょっと待って、これ大丈夫？これこの配信。これだ、この口だ。本当に大丈夫この配信。This is ひろゆき。ひろゆきさんです。ひろゆき。英語で話してるね、やっぱり。確かにひげ描いとこうか。みたいな感じで。大丈夫ですか、これ。なんか私大丈夫？てか聞いてください、なんかさ最近さセミいない？セミ。セミいない？セミ。私ね、虫が本当に嫌いなんですよ。もう大の。本当に嫌いなんですよ。なんかねセミがね、その落ち、なんていうんですか、まあ、ちょっと言い方悪い、なんていうんだろうな、ちょっと言い方悪いくなっちゃうんですけど、終止符を打ってたんですよ、セミが。これで使うこと合ってますか。まあそれはね、いずれか来ることですけど、終止符を打ってたんですよ。すごく言い方悪いかもしれないですけど、
まあ種子を打ってて、そのまあいるじゃないですか。ただいま26,100、ありがとうございます。教えてくださいましてありがとう。そう、終止符を打たれてたんですね。まあそれが、まあ、終止符を打たれるのが早いってまあ聞いたことあるんですよ。でもその終止符を打たれていたセミが、まあ、何匹かいたんですよ、そのアスファルトにね。オッケー、オッケー。ひな子って頭が丸くて可愛いよね。頭丸いですか？頭じゃない顔か。ね、頭と顔読み間違える人いる？顔が丸くて、そうだよね。うちも頭丸いってなんだろうって思った。顔丸いよ。それでね、まあ、収集を打たれてるそのセミが、まあそのまあ、いるんですよ。でそのね、まあ、いるんですよ。歩くたびにもうね、いや分かりますよそれね。いや分かりますよけど、もう本当申し訳ないですけど、でも虫がちょっと苦手なので私はね。香港平成さん、花火ギフトありがとうございます。人は丸いものは可愛いと思うから、ね、そうなんだ。え、じゃあこれも、ねえ待って、髪にセミの抜きがついてて、どうするとか言わないで本当に。ちょっと寒気する。虫の話やめようか、自分からしたけど、ちょっとやめよう。はるにゃんさん、花火ギフトありがとうございます。ありがとう。マッキー激川観察家あなた見てお金さん。最近ずっと夜更かしやね。まさにその通りです。聞いてください。この間夜更かしじゃなくって、あの朝また落ちたし、あとで拾おう。この間ね、この間っていうか2日前くらいの話なんですけど、朝めっちゃ早く落ちちゃって、なんか何度寝かしたんですよ。金縛りに遭いました。名古屋のともさん、花火ギフトありがとうございます。しーちゃんゲームしてるよ。してるよ。そう、金縛りにあったんですよ。なんかしかもなんか上に誰かが乗ってる感じした。それは誰かな。もしかしてなんかもらえる時じゃない、大切じゃ。そんなことないですよ。最近もね、まあちょっと最近 いろいろ忙しくて、毎日とかはさすがにできてないですけど、でも全然時間があった時はやってますよ。AKB が出たら罰ゲームの昆虫食べられる？
まあ仕方ないですよね。もうだってそこでやんなかったらさ、場違いじゃないですか。カトケンさん、金魚ありがとうございます。最近ねちょっとね、もう夜更かしもして、なんかさ深夜も配信早くできて、早くっていうか見にできないか。最近何時寝てるの？だって本当はねちょっとね4時5時ぐらいですかね。4時5時ぐらいに寝てます。やばいです。私そう、私10時前なの。だからさ深夜もう配信できるってなったらねしてるんだけどね、できないか。まだ学生なんでね、あのお昼とかもね配信できないし、土日以外は。卒業後はハーバードだから配信できないね。だってそうだよ、 YouTube の見過ぎ。うん、そんな見てないよ。なんかね、うん、忙しいんですよ。 LGK って忙しいんですね。ここ最近ね勉強いっぱいしてるよ。宿題忙しい。うん、そうね、卒業できそう。それはできますよ。でもゲームする時間あるね。なんかね、私ね、そのまあ勉強やるじゃないですか。でそのリフレッシュ時間って休憩時間あるじゃん。ね、やっぱりさ勉強ばっかりやってるとさストレスがたまるじゃないですかね。で私はそのストレスを解消するのが755か、まあたくさんあるんですけど、ストレスを解消する方法は。まあそのまあ荒野行動するもその入ってますね、そのうちに私の。うん、そう、息抜きしてる。だから深夜もできたらいいんだけどね、できないからね、悲しいけど、まあまあ仕方ないよね、そういうもん。ねえやばすぎ、勉強1時間18時間やって、真逆だよ。ヒラッピさん花火ギフトありがとうございます。ありがとう。高校卒業したら毎日アイドルしよう。だってできるかな。できたら、できる時があればやりたいけどね。にしても8月も終わるね。そうだよ、高校3年生ってやばくない？高校生という肩書きがなくなっちゃう。 WY さん花火ギフトたくさんありがとうございます。嬉しい、ありがとう、嬉しい、たくさん、たくさん。 WY さん、はい、スクショ。ありがとう。
そう、もう高校生終わりか。高校3年生って、でも高校2年生でも高校、うん、受験の年っていうの、高校3年生受験の年だよね。あ、当分なの。WY さん、たま、ありがたわ、ありがたわで合ってるのかな、花火タワー、ありがとうございます。スクショ、ありがとう、嬉しい、ありがとうございます。 WY さん、レッチン WYYYもう一回3年生、いや留年は大丈夫です。もうね、ちょっと留年はね、すごいね。ひなこはこうやって話してるの見えるだけでこちらにするからね、だって嬉しい、優しい。そう、ファンの人はみんな優しいんですよ。みんな優しい。お話し会、無事当選してはで、お話し会皆さんどうでした？受付やってるので、やってるのかな、ぜひ。今ねくしゃみでそうだった、すごく。ぜひお話し会来てください。当たったよ、楽しみだって、楽しみ、イエイイエイ、楽しみ。おすすめの日？全部おすすめじゃない？そんなことない？話し会は何か特別なことする予定ある？何してほしいですか？SL1 号さん、花火リフトありがとうございます。クリスマスはやっぱ着たいよね、サンタさん。普通に着るかもしれない。着ると思う。洋服可愛い、似合ってるだって。やった、同じ名前じゃん。そうそう、1時間経つね。そうそう、終わりにしようかな。ねえ。みゆさん、ハートありがとうございます。にゃこさん、花火ギフトありがとうございます。ありがとう、にゃ。なんかもし他の夢見てね、このまま服着るだったら言ってくれたら、宣伝画像を組み込むようだって。本当に嬉しい、画像作ってくれるの。じゃあちょっと待ってね。お話し会の着る、じゃあ着る、クリスマス。ただもう4時なんだよね。そうなんだよね。明日も1時間くらいできそうかなって。うん、多分カメラ目線
ということで、終わりましょうかね。ランキング読みますね。13位香港のアルマットマーク、ひなこいしさん、ありがとうございます。12位メシシさん、ありがとうございます。11位メシシさん、ゆきたんさん、ありがとうございます。11位ゆきたんさん。10位ニックさん、ありがとうございます。ありがとう。9位香港アルマットマーク、ひなこ、神吉、真実はいつもひとちさん、ありがとうございます。ありがとう。サイリアチガアットマーク8位、サイリアチガアットマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。7位ヒラッピアットマーク、ひなこにメロメロさん、ありがとうございます。ありがとう。6位元気感アットマーク、ひなこしさん、ありがとうございます。5位カンナッピ、カンナッピありがとう、ありがとうございます。4位ニャークアットマーク、ひなこしさん、ありがとうございます。にゃん。3位かなさんとマーク、ひなこしさん、ありがとうございます。ありがとう。2位 W アットマーク、ひなこしさん、ありがとうございます。タワーもありがとう。 W 一緒に W そして1位はカッチアットマーク、ひなこしさん、ありがとうございます。カッチさんもタワーありがとうございます。いつもありがとう。 OK、みんなありがとうございました。それでは明日も配信どのくらいできるかわかんないんですけど、まだしたいと思います。また時間を教えます。じゃあね、みんな見てくれてありがとう。バイバーイ、バイバーイ、バイバーイ。